違う。うわ、急にリスの目の前で生の人参をかじり出した、超怖いんですけど。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで秋の月13日目、さあ今日も人参はなっていない。今日も人参はなっていません。どう、今回こそできる。あ、できたー。あ、なるほどね、そういう感じね。ちょっと上にこう、なんていうん、地表に出てくるわけやね。これでやっと人参が収穫できる、嬉しい。というところで、なでしこがまたもうそろそろ咲きそうな予感。あれやんね、あの秋の収穫祭、あれに、秋の収穫祭？収穫祭か、普通に。収穫祭に人参を間に合わせようとしたら、肥料が必要になってくるわけだ。ほら、だってさ、さつまいもが、これで3回目の収穫になるまで、人参はできなかったわけやけんね。どんだけだよ。人参は1回引っこ抜いたら終わりかな。ですよね。そんな感じですよね。つら、こんだけ時間かけて育てて、人参は1回で終わりか。え、つら。普通につら。ランチ。作物も動物も同じ大事だからね。大変だけど牧場楽しいよね。ま、今のところ私は牧場を経営しているというよりは農家になった気分だけどね。はい、そしてさつまいもは、まあ、2回ぐらい取れるけんね。また大事に育てていこう。さつまいもか。なんか幼稚園の時にさ、さつまいも掘りに行ったのを覚えとる、行事で。私は全然好きじゃないからあれなんだけれども。よしよし。さあ、動物との触れ合いタイムに突入。よしよし、そしておいで。昨日は曇ってたからね、早々に閉まってたんだ、ここ。ちょ、待って。はい。よし。そして卵回収。あ、そろそろあれじゃない？ラムちゃんが通ってくるんじゃない？まだ？もしや、もう通って終わったかな。かもしれない。いや、今、原っぱ広場やけん、もうそろそろ来る頃か。まあ、でも、とりあえず、私は、動物さん巡りに行きます。よしよし。せっせせっせとね、みんなの有効度を上げていく。さあ、熊。熊は、どちらにいらっしゃるかしら。あ、いたいた。いつもこういうところにおるけん、見えづらいんかな。ここ最近はちょっとここからひょっこりね、顔が出とんやけど。はい、そしてリス。だってめちゃくちゃちっこいリス以上に見つけづらいけんね、クマ。なぜって感じやけど。違う。うわ、急にリスの目の前で生の人参をかじり出した、超怖いんですけど。めっちゃ不気味な人間なんやけど、やめて。確かにね、人参って生でなかなか食べんよね。野菜スティックとかでは一応あるけど、でも野菜スティックも、人参は特に好きじゃないんよね。なんかこう、調理してくださいっていう感じがする。ボリボリ。おっと？もしやこれは猿がいないパターン。あ、おった。猿なんか水辺でちょいちょい黄昏とるよね。どうした？お母さんとはぐれたの？なんかみんな最初しか仲間出てきてないんよね。さあ、これでとりあえず全員回ったね。オッケー。あ、ミミコ、君のことを忘れていたよ。よしやーやー。今日も元気だね。今日も元気でいい感じだね。てか、ミミコいろんな場所移動するね。牧場にしかおらんのかと思いよった。それならそれでもうちょっとなんか、
マップ上にやっぱり居場所を示していただきたい。いつも思うんやけどさ、チョウチョウさんは何か働いているのかい？空いてない。空いてない。12時から開くんやしけね。寝ます。お、曇ってきたぞ。一瞬なんかめっちゃ夜になったかと思った。そんなわけがないんだけど、やっぱりいつもロコットさんしかいないのね。はい、買いまーす。とりあえずレシピを買おうかなと。ピザとか、あ、でも小麦粉とかいるんかな。クッキー、まあ、すぐに作れそうなものはないか。とりあえずカルパッチョのレシピでも買っておこう。いやいや、なんかもう食べてばっかりだな、レスターさん。え、なになになに、どっか入った私。また戻っていく。おー、ランチ、どこ行くの？のび太じゃないか。今料理屋に向かう最中なんだ。マジで私今出てきたよ。料理屋？どうして？どうしてって料理を食べんだけど。まあね、普通はね。料理屋ってほとんど人が来ないって。そんなに驚くの失礼すぎん。ところが今日は行きたい気分なんだ。のび太も行こうよ。そうだね、なんか怪しいし行ってみようかな。何が怪しいんだ。行こう行こう。たまには料理屋で何？え、繁盛したんやけど。なんかどうしてこんなにたくさん。何食べようかな。めっちゃ大変やんこれ。のび太さんも来たのね。うわ、向こうまでぎっしり。どうした？しずかちゃんにドラえもんにジャイアン、みんなも来てたの？ここさっきまでロコットさんが座っていたはずの。俺もよくわからねえんだけど、なんだか足が向いたんだ。おスネ夫が忙しそうに。僕もさ。何？妖怪の仕業？でも3人ともとっても忙しそうだけど大丈夫かしら。え、でも繁盛するのは嬉しいことだよ、店的には。お、大丈夫か？倒れそう。え、倒れた。あなた？レスターさん？レスターさん大丈夫？ちょ、ロコットさん、ロコットさん。もう来た来た。あ、セルーナさんもおったんや。疲れが出てるだけみたいだね。急に忙しくなってしまって。そんなこと言ったらまた人が来なくなるよ。よく休ませた方がいい。病院に運びましょうか。そうだね、それがいい。静香くん、病室の準備を頼むよ。はい。あ、そっか、静香ちゃんもか。お、力のある二人が運んでくれる。大丈夫かよ、運ぶなら手伝うぜ。俺もだ。すいません、お願いします。担架とかそういうのない。皆さん、うちの主人が本当に。とりあえずお店は閉めた方がいいですよ。そうですね。スネ夫が料理作れるやん。すみません。どうもありがとうございます。少しお休みさせていただきます。トランさんも病院について行ってあげてください。店は僕が見ておきますから。まあ今食べよる人ぐらいはね、食べ終わって。じゃあ行ってくるわ。ほぼ村の全員来たんやね。どうしてこんなに急に忙しくなったんだい？それが僕にもさっぱりさ。朝開店する前から人が来てたんだ。そんな、なんかね、謎、深まる謎みたいな感じも。なんか宣伝でもしたのか？もしかして秘密道具？グルメテーブルかけカムカムキャット。カム、おいでおいで。カムカムキャットのせいじゃないかな。なんだ、カムカムキャット？そうか、それってビーナさんが必要だって言ってた力のある秘密道具じゃないの？あ、そうなん？うん、そう、引き寄せる力のある秘密道具なんだ。やっとストーリー上というか、何、帰るために必要な道具が出てくる。きっと誰かが使ったんだ。それでみんな引き寄せられたに違いない。そんな、リオリアでカムカムキャットなんて見たことないけど。お前が隠してるんじゃないのか？隠してないよ。よっぽどここの暮らしが気に入ったとかそういう。トランさんかレスターさんが間違えて使ったんじゃ。じゃあどこかにあるのかもしれないな。よし、調味料と一緒に並んどるとか。みんなで探してみよう。それで見つけたか？見つからないよ。こっちもなかった。
マジで？なんか探すとことかそんなになさげやけど、どこにあるんだろう。僕もう少し探すよ。みんなお弟子さんに戻った方がいいよ。あれやない、トランさんかレスターさんのなんかポケットの中に入ってるとか。そっか、スネオ見つけたらすぐに言うよ。スネオ、それじゃあカムカムキャットはスネオくんに頼んで、僕らは他の秘密道具を引き続き探そう。見つかるんかな、カムカムキャット。また別の時。ということになりそうやね。もう普通に戻ってきてる、やば。そして食べ続けるロコットさん。なんかこういうのね、イベントが起こった後はちゃんとそのイベントに合った感じにしていただきたいよね。じゃないとさ、運ばれたはずのレスターさんもここで働きよるし、ロコットさんむしゃむしゃ食いよるし、どういうことって感じやん。で、そのカムカムキャットはいつ手に入るんですか。早く用意してください。まだしっかり起きるには時間かかる。もうお昼だけど。起きて、そろそろちゃんと起きて。まあとりあえずあれか、しばらく様子見になるんかな、カムカムキャット。また別の時にイベントが起こるんやろ、手に入る。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあここに来てやっとなんかこうストーリーが進んでいる感じが。あ、でも一応あれか、一つの季節に一個ぐらいはストーリー進みようかな、わからんけど。